こんにちは、ミーナです。今日はいつもと違うフリートーク的な感じでいきたいと思います。何を話したらいいかわかんないんですけど、じゃあとりあえず私はいつもカバンにミンティアを入れてます。1個じゃ足りないのでいつも2個入ってます。そしてこの刺し棒、実は最初と色が違ってるんです。なんで誰も気づいてくれないんですか？いつもカラコンつけてるんですけど、この UV カット入りをいつも選んでて、色はだいたいグレーを選んで買ってます。まあ頑張ったら黒目、実力で大きくできますけどね。今これ気合で大きくしてる状態です。老眼によって黒目が小さい時はアレルギーです。あと紫外線にとても弱いのでいつもサングラス持ってます。なんかここのリボンが可愛いなと思ってこれにしました。タモリさんとお揃いです。なわけない。今日はね、このじゃない、こっち可愛い服買ったんでみんなに見せたいと思います。じゃあちょっと着替えてきます。はい、どうですか？実はこれ900円です。関西人そんなこと言っちゃいます。まあ夏先取りっていう感じですね。私大阪なんですけど、最近本当に暑いですよね。たこ焼きも暑いし、お好み焼きも暑いし、ぜひ暑い大阪に来てください。損はさせません。物価は安いし、人間も安いし、豚肉なんかね100g 50円で売ってますよ。 USJ もおすすめです。フライングダイナソーおすすめです。今一番おすすめなのはバックドラフトです。絶対暑いしガーン下がるの分かってますから。ミニオンもおすすめですよ。もう酔いすぎてね、周りでみんな履いてますから。おすすめじゃないのはハリーポッターです。中は涼しいんですけど、外で並んでる時も超暑いんでみんな倒れてます。5人に1人ぐらい倒れてます。まあそんな感じでこんな軽い動画も出してってみんなの反応を見ていきたいと思います。ではまた。